にちは、そうです、今回もご視聴いただきありがとうございます、下手な喋りの動画でございます。もうすでにね、2ヶ月ですね、2ヶ月オーバーしてるんですけど、この間、先々月の5月の頭でですね、動画投稿を始めて、1年が、経ちまして、まあ、早いようでまだ1年かって感じもするんですけども、まあそうですね、2ヶ月ちょうどオーバーしてるんで、1年2ヶ月すでに経ってはいるんですけど、そうですね、5月で、動画投稿から1年経ちまして、プラスでね、この間あのチャンネル登録者の方が300人、達成しまして、達成とか突破しまして、まあ小さな節目ではあるんですけど、動画を撮ってます。まずですね、去年の5月に動画投稿を始めて、その時はですね、あの本当にこういう風にがっつりこうビデオブロガーみたいな感じで活動するつもりも全然なくて、ちょうどその去年の5月に彼女と、よく最近はね映ってる彼女と、温泉旅行に行ったんですけども、そのね温泉旅行に、行くって決まった時期ぐらいに、有名なねビデオブロガーの、ビート内藤さんという方と、のりごとうさんという方がね、いまして、まあ、僕今でもすごく目標にしてて、一番ね憧れてる、クリエイターのお二方なんですけど、その方の動画を、まあその時当時4月末ぐらいに温泉行ったんですけど、1、2月ぐらいかな、2019年の、1、2月ぐらいから多分見始めたんですよね、その2人の動画を。それでこう、まあどっぷりあの動画にはまりまして、まあ Vlog っていうもの自体は名前は知ってはいたんですけども、こうああいった感じですごく綺麗な映像で、まあ、いわゆる分かりやすい表現で言うとシネマティックみたいな表現で、かっこよく Vlog を残すっていうところがですね、僕の中ではすごく新鮮だったんですよね。あ、どうせだったらこの去年の5月の温泉旅行のタイミングで、なんかねちょっと一味違う感じで思い出を残したいなっていうので、もう買い替えちゃいましたけど、オズモバイル2ですね、当時オズモバイル2を購入して、動画を撮りました。今見るとすっごい下手くそなんですけど、動画も一応上がってます。よかったら見てください。これが、YouTube を始めて初投稿の動画ですね。で、まあ実際こう動画投稿始めて1年ってありますけど、こういう風に顔を出して投稿するようになったのは去年の夏から秋ぐらいだったかなに顔を出すようになったんで、本当にね初期の頃は一切顔も声も出さず、音楽と、目の前の景色だけで動画を作っていくっていう感じでやってたんですよね。結構動画始めてすぐぐらいに顔出しするか声だけにしとくかみたいな葛藤がすごくあって、まず声からこうだんだんこう公開していくみたいな感じしようかって話してたんですけども、あの顔出しの自己紹介動画のタイミングで、がっつりもう思い切って顔を出すっていう感じで、まあ、こういう風にね顔出し配信も始めました。初期のことばっかりはすごく振り返りましたけど、まあ、本当にねいろんなことありましたね、動画関係ないところでも。まあ、動画に出してますけど、メジャーリーガーのダルビッシュ有さんが、僕がねこう見てくださいって動画をリンクを貼ってリプしたら、それをリツイートしてくれて、でフォローくれて、で DM で頑張れって送ってくれてみたいなこともあったりとか、今年の1月にはね、あれですよ前澤友作さんの前澤お年玉企画、まさかの当選するっていう、こういうこともいろいろありましたね。最近で言うとですね、本当に結構最近、先月ぐらいの出来事なんですけど、まあ、さっき、名前も出した、ビートの内藤さんっていうね、まあ、僕が間違いなく、一番尊敬して憧れてるビデオブロガーなんですけども、僕の動画にコメントが来るっていう、大事件が起きまして、出てると思うんで見てください。結構ね真面目に作ったっていうか、本当に楽しみながら自分で見て感動しながらね、作った、ポピー畑で撮った、夏をテーマにした動画なんですけど、動画にコメントをいただいて、本当にね真面目に作ったからこそめちゃめちゃ嬉しくて、こんなことがあんのかと思って、全然こう登録者も、まだまだですし、活動の規模自体もまだまだではあるんですけど、まあ、そんな規模でもねちゃんと目を通してくれるっていうのと、わざわざコメントくれるっていうの本当に感動しましたね。なんかこの1年間全然こうチャンネル登録者的にも再生数的にもすごく大きく飛躍したわけではないと思いますし、なんならもうすごい進歩は遅いぐらいだって自分でも思ってるんですけど、まあ、それでもそういったこう有名な方々っていうのは1対1でしっかりこう関わってくれるっていうか、ちゃんと見てくれるなっていうので、本当になんかそういったのも含めてなんか
運というか奇跡にまみれた1年だったなって本当に思いますね。まあ、1年経ってみて変わったことっていうのは特になくて、 Vlog をやってる目的っていうのは彼女との思い出だったり自分の生き方とかライフスタイルっていうのを動画っていう形で記録していきたいっていうところなんですよね。まあ、そこは本当に今でも変わらなくて、僕 Vlog とか始める前はバンドやってたんですけど、自分で言えるぐらい大したことなかったんで、1個のライブハウスでライブをするってなった時にすごい集客を頑張って、何バンドも出演するライブで本当に頑張って全体の動員数が100人とか110人とかそういう世界でやってたんですよね。有名な YouTuber の方と比べてしまえば、まあ、僕のチャンネル特集300人っていうのはすごく小さな数字だとは思うんですけど、なんかそのバンドやってた時のこう経験っていうか、なんかその時の価値観みたいなのがあって、チャンネル登録者1がすごく重く感じるっていうか、すごくこうありがたく感じるんですよね。300人の前でライブをしたことなんてなかったですからね。ね、動画を上げれば100人200人の方が、見てくれてっていうこの状況っていうのは、なんかバンドやってた当時のことを考えるとすごい事実、すごいことだなって思うし、ありがたいことだなと本当にね、思います。ちょっとまた話それたなすいません。目標っていうのは特に変わってないっていうか、大まかな僕の中で Vlog をやる意味っていうかコンセプトっていうのは変わってないんですけど、まあ、やっぱり、チャンネル登録者はどんどん増やしたいなっていう、こう数字面での目標はありますね。まずはチャンネル登録者400人、そして1000人、ゆくゆくはね、1万人も突破したいって今では本気で思うようになりました。これからもね、自分のやりたいように、やりたい動画を作りたい動画を、作りたい、自分がね生きたい生き方で、動画をね投稿していこうと思ってます。話がずれまくったんで順番がちょっとおかしくなってるとこがあるかもしれないですけど、次は500人突破ぐらいでもう一回撮ろうかなと思います。まあ見てくれてる方はもう分かってると思うんですけど、このチャンネルは全て iPhone で撮影してまして、一応ねもう最近はモバイル Vlogger っていう、肩書きでやってますけど、僕でよければそういう iPhone 撮影のアドバイスなんかもできたらなと思うんで、気軽にねコメントだったり、DM だったりいただければなと思います。改めまして、この1年間でね出会ってくれた方々本当にありがとうございます。そして、登録してくれた300人の方々ありがとうございます。高評価くれた方、そして低評価くれた方、厳しい意見だったりもくれた方、本当に感謝してます。ありがとうございます。そしてチャンネル登録してない方は今すぐ押してください。お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。